JAL、日本航空がアメリカのハワイアン航空との提携を発表しました。ハワイアン航空は2012年から全日空と共同運航やマイレージの提携をしてきましたが、来年の3月25日から日本航空との提携に切り替え、さらに共同事業の検討も行います。全日空とアメリカのユナイテッド航空がジョイントベンチャーを進めていることが、ハワイアン航空にとっては日本からの利便性向上を図る上で大きな支障となっていました。日本航空は2010年の経営破綻した後、公的支援を受けたことに伴って国から路線開設や投資を制限されてきましたが、今年3月末に解除されてから海外の航空会社との連携によるネットワークの強化を進めています。